ホンダ CBR ホンダ CBR 旋回 CBR 旋回は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。1980年代当時の大型自動二輪車、日本国内仕様は、排気量 750cc までの自主規制が、存在したことから、CBR シリーズの日本国内フラグシップモデルは、CBR750 とされたが、海外向け仕様では、 規制がないことからほぼ同一の車体に排気量を 998cc まで拡大したエンジンを搭載したのが本モデルである。数度のモデルチェンジを経て、1993年から1995年には日本国内向け仕様も設定販売された。本校では形式別に解説を行う。1986年に西ドイツケルンモーターショーで発表。 翌1987年よりヨーロッパでの販売が開始された。車体は CBR750 と共通のダイヤモンド型フレームにフルカバードカウルを装着するスポーツツアラーであるが、搭載される SC21E 型水冷4、ストローク4バルブ DOHC 並列4、気筒エンジンは CBR750 用 RC27E 型の内径 X 工程。 70.0x48.6 を 77.0x53.6 へ拡大し、排気量を 998cc とした上で、圧縮比10.5から最高出力1 3 2 p s 9500rpm、最大トルク 10.6kgm 8500rpm を発揮する。1989年から生産されたモデルチェンジ車で、 SC21 型からは以下の変更を実施。1993年から1999年まで生産されたモデル。外観的には SC24 型のデザインをほぼそのまま踏襲するが、新たに前後連動ブレーキシステム DCBS を搭載したのが最大の変更点である。また本モデルは日本国内向け仕様が設定されたが、 当時は出力自主規制が存在したことから、日本国内使用は最高出力 93PS、9000rpm、最大トルク 8.7kgm、6000rpm とされた。搭載されるエンジンは、従来の SC21 型から基本設計を引き継ぐものの SC30 型 CB。 1スーパーフォアと共用する SC30E 型と、スルなど一部コンポーネンツを共用する姉妹車となった。このため、マニュアルトランスミッションは6段から5段へ変更された。なお、日本国内向け仕様は、以下のスケジュールで販売された。年間販売目標500大規模小売価格消費税抜き95万円カラーリングを、変更した1994年モデルを300台限定で、 販売希望小売価格消費税抜き96万円カラーリングを変更した1995年モデルを200台限定で販売希望小売価格消費税抜き96万円1996年には後継モデルの CBR1100XX スーパーブラックバードが発表されたが海外向け輸出仕様は1999年まで生産が継続された。ありがとうございます。